今回ご紹介するのは、いなべさんの野菜をふんだんに使ったフランス料理を楽しめるビストロシェスギです。オープンまでの道のりをお伺いしました。大阪の方の調理師学校を出まして、大阪のフランス料理店、愛知県のリゾートホテルを得て、地元がこのいなべなので、1997年に僕の夢であった地元で店を開くという夢で、この店をオープンさせました。こちらのお店のこだわりは、自家野菜なんですけども、もともと親父が園芸なんかが趣味で、少し野菜なんかを作ってたので、じゃあ店で使う野菜を作ってくれないかと親父に頼みまして作ってもらってるんですけども、今ではそうですね、年間で種類は100種類ほど、ハーブや果樹なんかも入れてですけども作っております。自家野菜だと結構苦労するところもあって、使う分だけを仕入れるっていうことができないんですよね。一気に出来上がってくるんで、なので取れる時には家内も一緒に出かけて一気に取って、でそれを下処理をして保存をすると。もちろん取れたての食材も出すんですけども、その時の野菜の育ち方とか出来上がっている状況でいろいろ工夫しながら出しております。シェフのおすすめはコースランチ。今日のランチですけども、前菜の方が白ナスをピューレにしましたムース、中に白ナスの味がしっかりついているので、フォアグラをアクセントに使ったお料理で、スープがビーツのクリームスープ、メインはヘダイという魚に自家野菜をいろいろソテーしたものをつけまして、ソースの方が自家野菜の春菊のピューレ、みかんのピューレを使ったソースになっております。この他にもローゼルジャムのマカロンや焼き芋を練り込んだパンなど、さまざまな形で地元の食材を味わうことができます。またクリスマスの時期にはシェフのこだわりが詰まったコース料理も人気です。いなべを食す、これからもいなべの美味しい野菜を、伝えていきたいと思います。